トリスタン・スチュアート・グウィン・マグナソンは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー出身の、元プロ野球選手、右ト左ヒ父・デビッドと、オジ・ポールは、元大学アイスホッケーの選手で、オジ・ノ・キースは1970年代に、NHL シカゴ・ブラックホークスで活躍した、メイ・ディフェンダーというホッケー一家に生まれる。出身は、バンクーバーだが、 親の仕事の都合により一時イギリスロンドンに滞在。その後、オタワを経て、アメリカ合衆国、ケンタッキー州へ移住。ルイビル大学ではクローザーを務め、2007年には防御率1.09を記録。2007年の MLB ドラフト一巡目保管で、トロントブルージェイズから指名され、入団。2008年に A 級ダニーデンブルージェイズでデビューするが、 24試合に先発して0勝9敗と大苦戦し、翌年からリリーフに転向した。2010年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで46試合に登板し、防御率2.58という好成績を残す。7月にはエンゼルスタジアム・オブ・アナハイムで行われたオールスター・フューチャーズゲームに世界選抜の一員として出場。 2010年11月18日に、ラージャイ・デイビスとのトレードで、ダニー・ファーカーと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2011年2月27日に、アスレチックスと1年契約を結び、3月20日に、トリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツへ移動した。5月11日にメジャーへ昇格し、5月17日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、メジャーデビュー。 この年は9試合に登板し、防御率は6.14だった。11月2日にリーフとなった。2011年11月4日に金銭トレードでブルージェイズに復帰した。2012年は A 級ラニーデンで13試合に登板し、0勝4敗、防御率5.40だった。6月に A 級ニューハンプシャーへ昇格。25試合に登板し、 零勝一敗五セーブ、防御率1.95だった。9月11日に、第3回ワールドベースボール、クラシック予選のカナダ代表に選出された。2013年1月17日に、第3回 WBC 本選のカナダ代表に選出された。シーズンでは、A 級ニューハンプシャーで開幕を迎えた。10試合に登板したが、5月7日に放出された。 ありがとうございます。